ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。追憶の回廊、追憶のエスターク。戦闘開始。回復じゃなくて、眠らせない戦いでいきたいと思います。とりあえずちょっと高速で進めさせてもらいます。で、エスタークを倒した後の帝王の腕輪を、つけてない状態での勝負です。だから一戦目と同じ状況での、装備品となっております。タンバリン、無理なんで、タンバリンだと死ぬんで、ピオリム、タンバリン。最初にね、テンション50のドラゴンソウル打てるかどうか。はい、素早さ負けまーす。ありがとうございまーす。2回行動ですね。まだ救いです。イオナズンとか来てくれたら、全然救いじゃねえや。そうか、イオナズンとかも3ダメージ量が尋常じゃなくなるんだったな、そういえば。あ、次のターン、ピオリム、テンションダメピオリムが1段階入るんで、アイダメージだな。エスターク多分ヒット目で1万3000とかですね。多分ベホマズン先打てるでしょう。ベホマズン打ちます。タンバリン打ちます。タンバリン打ちます。モリーで攻撃します。いいでしょう。十分です。オッケー、ベホマズン来た。それが心配だった。眠らせずに勝てるのかな？行動パターンはいくつか知ってます。もう。あ、これ、422か。イオナズン。ですか、ギリ耐えるよね。OK。まだ救われてるかな。なんか全体に500くらいのダメージが来るやつがあって、それ2回連続食うと、問答無用で死亡だよね。うん。問答無用で死亡。ベホマズ打った。テンションが、ククールが50かな。タンバリン。ククールの攻め。モリーも、次、耐え忍べると信じて、ハイテンションで、耐え忍ぶと信じて、テンション50で待機。あ、タンバリン前に、あ、大丈夫か。タンバリン撃った。あ、うわ。あ、テンション100なったね。エスタークが、凍てつく波動がないのかな？確か。これが痛恨じゃないのがさっきから助かってる。OK。生きてます、生きてます。ですか、さっき、え？いや、でも、それでも、焦らずに、いつも通りのことをやる。うん、いつも通りだ。何もブレることはないんだ。いつも通りでいいんだ。2回行動。さっき耐えたのに、今回死ぬのか。ただ、回復の肝となってる主人公が死んでないから大丈夫。なんか、でしか狙われてるよね。あ、なんだ、これかな？やばいのが。はい、ありがとうございました。主人公今50溜まってるんだよね。なんで、あ、そっか、ゼシカ回復できないのか。いや、これはゼシカが死んでも仕方ないって考えて、タンバリン、あ、でもタンバリン絶対負けるか、素早さ。まあ、しょうがないな。ザオリク。ゼシカ、次のターン死んでもしょうがないっていう気分で、気持ちでいきます。食らわせられるときに食らわしとけ。うん。いいダメージだ。いいダメージだ。タンバリン入りまーす。メラゾーマ、あ！耐えた？あ、耐えた！やった！ラッキー！これは相当運がいい。ベホマズ打ちます。ピオリム打っとくべきなのかな？さっきから全然買わせてないんだよな。うん、これはやめとこうか。主人公に入ってない限りは、主人公がピオリム入ってる限りはこのまま行く。このメラゾーマと、あれは助かったね。みんな耐えたのは超でかかった。あ、これかな？あ、違うかな？あれ？全体500ダメージはどれだ？全体500ダメージなんてもんはないのか？それ。ベホマズン行きます。あ、で、スタックに素早さ負けてんのどうなんだろう。まあ、しょうがないのかな。総流打ち、サミダレ打ち、タイガクロ。なんか、運いいのかな。全然戦えてるんだが。主人公が死んでないのがでかいのかもしれない。よしよしよし。いいダメージ入るでしょ。いいダメージだ。これが即死攻撃かな。なるほどね。と攻撃が来る。
この即死攻撃が、てかなんかジェシカ狙われてるのはやっぱエスタークも女好きなのかな。いじめっ子の原理だよね。好きな子をいじめたがるみたいなね。はい、どうでもいいですね。今テンション保ってるよね、主人公50だよね。で、ククル自分で、ベホマ打って、ベストだね、これが多分、ザオリク。眠らせられればな、3ターンぐらいでワンチャンエスタック倒せるんですけど。運が良ければね。ドーン。もう1万近く食らわせると思うんで、もうそろそろだと思うんだけどな。誰に来る？あ、主人公に来たか。さあ、こっからが問題ですね。ベホマ、ピオリム打ちます。ピオリム入ってるのはモリーだよね。モリーが入ってるはずなんで、モリーでザオリク打ったら主人公にピオリムが行く可能性が高い。OK。予定通りである。ククル。あ、モリー行っちゃったか。まあいいでしょう。これピオリム入るんで、これで多分主人公また動けるんで。メホマズ打つ必要がなくなったのか。ここは回復に徹するか。ベホマ、ザオリクで。ベホマ、もう一丁ピオリム。ここで安定性が増すだろ、さらに。ザオリク。モリーにもピオリムが入る。よし。ベホマ。モリーか。まあいいでしょう。同じことを繰り返します。メホマ、ピオリム、ザオリク。素早さマックスですね、3人はね。この攻撃は多分絶対かわせないんだろうな。主人公に来た。さあ、まずいことになった。ピオリム打っとく。ね、ククールでザオリク。モリーで、ベホイミあー、逆なんなかったか。しょうがないな。ザオリク。ちょっと狙いすぎたな。まずったかもしんない。連続でこれが来られるときついな。あー、このヒラリはだいぶでかいんじゃないですか？だいぶでかいんじゃないですか？だいぶでかいんだけれども。あー、どうしよう。これピオリム打っといた方がいいかな。そうっすね。切り替えっすね。入れ替えっすね。入れ替えてゲルガーにして。テンション溜まってないけど、ソウル打っといて、ピオリム、ザオリクですね。ベホマズ打って、ククールを回復させてもよかったかな。連撃、連続で、ワンパンチがあんだけ来られるとさすがにハードなんだけれども。そろそろやめない？お、耐え忍んだね。忍んだね。ベホマズン打てるんだよね、主人公が次ね。だから、ゲルダを切り替えちゃって大丈夫。ククールさんに帰ってきてもらって、ベホマズン、タンバリン、タンバリン攻撃で。モリって、ピオリムどうなってた？今入ったんだよね。今入ってなかったな。ククールだったのにククールが先に動いてくれたのか。よしよし、いいぞ。やっと、何ターンぶりかに攻撃できたな。なんとかなってますね。イオナーズ。このまま高速で行かさせてもらいますね。忍べ。よし、素晴らしい。ベホマズン行くじゃん。ジェシカの方が先に動く可能性の方が高い。タンバリン。サミダリ打ち。耐え忍ぶと信じてハイテンション。いやー、裏目。でもいい。1000クラスよ、十分。絶対ベホマズンは先に打てるはず。はい、大丈夫です。命の木の実必須だな。あ、これだ！これだよ、多分。全体5000。ほらー！これ2回来た死亡。なんで灼熱なんだ？死亡確定だろ、こんな。これだ。来た。ようやく来た。でもベホマズン先に動けるから、冷静に行こう。あー。ヤンガスのメガザルの方がいいのかなっていう気もするけどね。多分そんなに打つタイミング、ヤンガスにしようかな。うん。
って、ベホマズにして、ヤンガス、耐えるかな、どうかな、死んだらドンマイですね。メガザル。人生2回目のメガザル。人生2回、ドラクエ実況人生2回目のメガザルが、ここで発動される。モリーは、次のターンで、あ、違う、今溜まってたんだった。しまった、20で攻撃しに行くべきだったと思う、今のは。ちょっともったいなかったかも。ベホマズ入ります。イテツカード、あ、持ってたんだ、イテツカード。地獄の竜巻、あ、これは大丈夫ですね。なんとかヤンガスが復活してくれました。仕事したなぁ。ヤンガスありがとう。攻撃の出番は全然なくて申し訳ないんだけれども、ヤンガスにすごい救われてる。いきます。これは攻め手だよね。ピオリム、初ターンと一緒なんで。ん？ゲルダなってる。ちょっと待ってね。ごめんごめん。入れ替え、ゲルダ、ククールですね。戦う。ソウル、ピオリム、タンバリン、モリエル。次の相手の行動次第。やめて。あ、耐えた。主人公耐えたでしょ。よし、オッケー。オフリエ。よし、モリエル来た。20。あ、5か。ククール来い。ククール来い。ああ。もうそろそろ死んでもおかしくないと思うんだけどな。タンバリン。ベホマズンは絶対勝てる。オッケー。タンバリン、タンバリン。もう、タイガクロ。よし、タンバリン来た。もう一回タンバリン来て。よしよしよし。50の、タイガクロで相当入るはず。ワンチャンこれで倒したかも。頼め。いやー、つえ。ヒットポイントいくつだよ。ヨナズン、まずいっすね。あと1じゃん。テンション状況は？これはベホマズ撃たなきゃダメ。ククールで攻撃、モリーで上陸。うわ、2086入ってもまだ死なないのか。やばい。よし、しのいだ。素晴らしい。ベホマズン、タンバリン、危ねえ危ねえ。連打危ねえ。タンバリン。特技、大学路。先打っちゃったか。まあ、しょうがない。主人公が今50なんだよね。攻めれる時に攻めたいんだけれども、なかなかそのタイミングが来ない。タンバリン。オール20。うわぁ、500オール。メガザルもうないんだって。あー、でもこれで救われたかな。主人公以外で。フラグでした。さようなら。どうする？落ち着いていこう。落ち着いていこう。こうなって、こうなって。あー、違う。ライフを撃ちてえわ。間違えてライフを撃ちたいわ。ザオ、ベホマ。ベホマ、ザオリク、主人公、OK。ライフを撃ちてえ。主人公の素早さを上げなきゃいけないですね。主人公の素早さ。408。イオナズン、ククルギリ耐えろ！しのげ！ダメか。ベホマズン撃ちます。ピオリム撃ちます。ザオリク撃ちます。早えなぁ。ザオリク。主人公が先に動かないとまずい。いや、来たなぁ。でも一徹カードだ。救われた。主人公以外で。ただ、やることは一緒である。ピオリム打つかな今回は。ベホーマ、ザオリクで。モリは魔法耐性強いんで、それよりゲルダを救っておきたいかな。オッケー。灼熱もモリは強い。モリだけは強い。ドラゴンローブが強い。これ今どうなってる？ジェシカ生きてんのか。一人ずつ復活させていこうか、じゃあ。今、あれは入ってるはずなんで、ピオリも入ってるんで、
怖いんでもう一丁打っといて。ラリホ打ちて。ラリホ打ちて。ザオリク、ケン、森復活。主人公がベホマズンで全回復。はい、OKです。おこの布陣いいね。ムチムチってかっこいいよね。イオナズン。お、この左はでかい。入れ替えまーす。ククルト。待ってね。順番がね、ちょっといつも通りじゃないとミスる可能性があるんで、こうします。ベホマズン。ピオリも入ってます、大丈夫です。タンバリン。いや、ザオリク、モリ攻めるわ。もう本当にあとちょっとだと思うんだ、エスタークのヒットポイントが。本当に食らわせてきたと思ってる。自信を持ってそう思ってる。あと200とか食らわせても全然倒せるくらいのヒットポイントだと信じたい。波動、助かる。それなら大丈夫。繰り返していこう。ベホマズン、ピオリム、タンバリン、攻撃。OK、ベホマズ来た、よかった。イテック波動あったね、全然ね。でもいいや。主人公以外で。OK、よいしょ。灼熱来る。あ、でもピュール打ってないのか。まずいな。ここでタンバリン。どうする？入れ替えますか。ククールとゲルダ切り替えて。ベホマズン、ピオリム、ザオリク。主人公以外。ああ、助かった。あっぶねえ。あぶねえ。ハードだ。ハードや。今、ピオリも入ってます。入ってます。ゲルダ復活させたいですね。ゲルダ復活させときたい。ピオリも入ってるんだから、攻めよう。ソウル、ザオリク、タイガークロ。800くらいはこれで入るはず。このターンでね。901で。あ、テンション1段階溜まってたのか。うわ、つえー、マジか。やばい、ジェシカが素早さ負けした。でも耐えるね、大丈夫だね。よし、なんとか、体勢整ったかな。ザオリクで復活。一回ピューリム打った方がいいかな。怖いもんな。入れ替え、ゲルダ、ククール。ベホマズン。いや、でもここは攻め。もう攻め。ここまで来たら攻め。攻めあるのみ。ベホマズン。主人公が死なない限りはガンガン攻める。イテツカード来た。主人公以外でお願いします。モリで。ああ、まあ主人公来たか。まあ、タンバリンで、20段階ダメだから、これはありだな。モリーですね。3人で攻撃して終わらすっていう手もあるんだよな。ちょっと怖いよね、でもね。ちょっと怖いね。まだ相手のヒットポイントが5000あると思ってたとか。ザオリク。タイガークロー。もう一回ピオリム打たないとダメか。灼熱。大丈夫。これはみんな耐える。よし！勝った！やったー！何ターンかかった？やっと勝ったー。投げぐごごごご。30ターン。あれ、よく耐え忍んだわ、30ターン。目覚めたての我相手にこの程度では弱すぎる。我を本気にさせるにはまだ力が足りぬようだ。お、種10個。賢さですか、でも。はぁ、勝てた。ちょっと次、ラリホー使って倒していいっすか。ラリホー使って倒させてもらいます。はい。ということで、一応クリアできたけど、超長期戦になりました。最後まで見てくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。